山崎葵は、日本の女性シンガーソングライター。北海道札幌市出身。2017年まで、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスに所属。オフィシャルファンクラブは、わさび部で、2017年10月からは株式会社、すきおきが運営。ゆいに憧れたのがきっかけで、中学1年でギターを弾き始め、翌年から、近所のギター教室に通い出す。14歳から、曲作りも始める。2008年、中学校3年生の時に部活を引退した後、ヤマハ音楽振興会などが主催する23歳以下を対象とした若手ヤマ音楽コンテスト第2回ミュージックレボリューションに出場、オリジナル曲の秒速50メートルを披露する。しかし、全国大会までは行けなかった。2009年、札幌南高校へ進学後、第3回ミュージックレボリューションの北海道地区代表に選ばれ、全国大会となるジャパンファイナルに進出。同年12月6日、16組が争った決勝では、ギターの弾き語りで、オリジナル曲、夢の中を歌い、グランプリと特別審査員賞をダブル受賞した。特別審査員の秋元康は、詩やメロディーを高く評価しつつも、もっと良くなると思うと公表した。受賞後は、高校に通いながら、札幌市内や東京で、ソロやバンドのライブ活動を続け、月2回程度上京し、ボイストレーニングに励んだ。2010年4月、NHK 札幌放送局制作のフレッシャーズキャンペーンのミニドラマのテーマ曲として、強くなる人が選ばれた。同年6月、NHK1 セグ2で放映されたミニドラマ、夢に向かって頑張る君へのテーマ曲として、リトライアルが選ばれた。2011年1月、札幌地下街40周年記念事業のため、オリジナル曲、つながるを書き下ろし、40周年記念イベントの一つとして1月2日、地下街のオーロラプラザで、山崎がギターでお披露目した曲のリズムに合わせ、札幌南高校の書道部員7人が横6メートル。縦 1.5 メートルの大きな用紙に歌詞の一部を大筆で書き上げる書き初めパフォーマンスを行った。つながるは2012年3月1日、自主制作 CD として発売されている。2012年4月、札幌南高校を卒業し、慶應義塾大学環境情報学部へ進学。2012年8月22日、ビクターエンタテインメントより、アルバム、つながるでメジャーデビューする。2014年11月、同じ北海道出身の住岡里奈とアコースティックライブ2014秋、ワンワンでツーマンランブを開催。ヤマハの佐々木剛は山崎の楽曲について、彼女は10代らしい日常を生き、等身大と言われる音楽を生んできたと語っている。受賞曲、夢の中も、等身大の女の子が抱く、素直な気持ちを表現している。ありがとうございます。